弊社、有限会社日光は、1985年、創業してケーブルの加工、これをメインに、会社を営んでおります。で今、そこから、ユニット組み立て配線側線加工、これを、3つの軸として、作業の方をさせていただいております。うちのケーブル加工は、太いものから細いものまであるんですが、主に電気信号、弱電ケーブルと言われるところをメインに作業の方をさせていただいております。使用されているところは産業用装置や医療機器でロボット関係、ここら辺で主に使われております。弊社のモットーは正確に早く、それを実現するために従業員ともども向上心、競争心、研究心、この3つを念頭に置いて常に作業をしております。また、お客様から堪能器の、お話が、多々あり、それに対応するために常にフットワークを軽く、心がけて、おります。弊社最終的な目標としましては、装置、これを仕上げて、お客様に、お届けできるように日々努力精進しております。